好きなとこってよいやなんか緊張しますなんか育て育て育ていやなんか初めてなんで先輩の家来させてもらういい、育て育て育ていいっすかいいよいいよすみませんいや、めっちゃなんかおしゃれですね結構家具はこだわってんないや、すげえ。うんシャレてるうん水汁<ー>や大丈夫あ、大丈夫、サラダすへえ<ー>。<laughs> いやなんかすごいなんか緊張しますわなんかどんな家よりも緊張するなんかなんでしゃれてるからああ逆にくつろぎにくいなんか僕ははいめっちゃ好きやでも先輩っぽいっすね家具好きやからはい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 なんか日本製よりも海外系のが好きでさあそうなんですか海外のやつなんですか輸入系全部ええうんだから雰囲気あんねやそうやっぱ本物買わなあかんねんでもああそうなよくな木目調とかあるやん あ、あります。だいたい、貼ってるやつやよね。え、そうなん。そ俺ほんまのキーを、こう一枚板にしてくれやっていうの好きや。うわ、すげえ。もう、このデブのさいけど。あ、きいすもんね。そうこれ、遊牧らしい、もともとは。あ、そうなんすか。そうすみません。うん、ちょっとクソするところ、どこですか。なんで、なんで。クソするところ。クソするとこ。はい。何を。え、くそするところ。あ、いいですか。あの、ひ、ねり出すところです。ひ。 あくあトイレ行きたい。あはい。あ向こう借りていいですか。いいいい。くそするところ。すみません。いやえいいさ。すみません失礼します。言わんでいいやわざわざ。あでも言わずに行くとあれなんですみません。いやもう普段失礼します。くそするところって一回だん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 くそするところって言うてんの。なんですか。トイレのことをくそするところって言うてんの。くそするところはい。えそれってさえ今から多分お前くそすんんだよ。あそれ言った方がいいですか。 じゃないとお気持ち悪いから、俺的にはえ、なんでですかいや、もし僕はん僕はすみません、恥ずかしいです、それいや、ショーするときどういうかなショーするときもクソするところっていうあ、そうです、はい場所なんであれはあ、そう、お前んちロールクソするところはいそうなのなんて言っひねり出すとこみたいなあ、伝わってなかったかなと思ってはいわかりやすいように言いましたいつも言うてんのそれってはい家でクソするところってあ、言うてますちっちゃいから言うてんの あ、ちっちゃしよ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 えよしす、しよ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 してしやんよし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 よいよし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 あ。しよよしよしよししよよししよよししよ よーしゃーし,しゃしゃ出てるやん。よいしょえ、めっちゃ出てるいそもそも。普通に考えて。<お>頼む、一回も流してくれ。おおいーよーしゃー。ゃこれ、今のおおおよーしゃーしゃ考えたら。よいしょ。めっちゃ、え、まだ出てんのお邪魔しました。帰ったー <laughs> 帰ったー えー、僕の家具チャンネルよかったらチャンネル登録お願いします、えー、自分の家具を紹介してるしていますので、えー、よかったらポチッと登録していただいて僕の、えー、家具のアルコールを紹介していますのでよかったら見てくださいお願いしますあのー、クソするところもおしゃれでしたジャルジャルのネタサロンジャルジャルに興味あるやつこれがどんなところか知ってますか そう。彼はマネキンだったのです。私が説明しましょう。ジャルジャルと一緒にコントをしませんかジャルジャルタワー